はい、こんばんは、小山龍介です。なんとかですね、3日連続でこの、ビデオ的な、メッセージですね、続きましたということで、一応3日坊主ぐらいにはなったということになります。ですね、今日は何を喋りたいかというと、世間を騒がしているコロナウイルスの、件です。検査をですね、全員やった方がいいとか、いや、やるべきじゃないとか、いろんなですね、意見が出ている中で、ちょっと気になったのは、私自身も別に専門家ではないので、それが何が正しいかっていうのは正直わかりません。わからないんですけれども、この議論の中で、明らかにですね、なんていうんですかね、こういう議論をしちゃいけないなっていうか、こういうふうに筋道で考えちゃいけないなっていうことが一つありまして、で、それは何かというとですね、論理的に可能とかですね、論理的にこれが正しいと言っても、それが実際にできるかどうかっていうレベルでは、そこまで考えないとですね、実は現実の世界に適用するときにはですね、大きな問題になるということなんですね。で、それは何かというと、今回の検査もですね、それは全員検査して、で、全員検査した結果ですね、陽性になったという人をもう隔離すると。これ絶対流行らないわけですね。絶対じゃないんですけどね。それでも漏れる人がいるので、それで流行っちゃうんで、それでもダメだっていうことなんですけれども、少なくともその感染する速度は大幅に、遅らせることができます。ただここで問題なのが、一つはその全員検査するというその検査のキャパシティが本当にあるのかどうか。また検査するって言ってもですね、検査の過程で人がわーっと集まったりなんかしてですね、むしろそれが流行のきっかけになるんじゃないかと。またその検査した結果ですね、自宅で過ごしてくださいね、これ保健所の人が指導するわけですよね。これじゃあ保健所の人のタスクってすごいなと。電話かけるんですかね、こうやっていてくださいね。でもこの前のね、少し愛知県でもありましたけども、そんなこと言われたって、どっかに行っちゃう人もいるわけですね。そうした人がいた時に、その人をですね、追っていくのかと。実際にはですね、これ不可能なわけですよね。で、そういった時に、やっぱりこれ一つはですね、サイエンスとエンジニアの違いということなんですね。で、今回の、問題、その豪華客船のケースもそうなんですけど、理想的にはこういうことが求められるけれども、現実のそのリソースからいくと、ここまでが限界だとか、これが一番実は打ち手としてはいいんだとか、 100% ではないけれども、これが一番ベターであるみたいな、妥協点を探していくという、そういうことになるわけですね。で、これはいわばエンジニアリングなんですよ。で、議論のやっぱりその錯綜しているのは、もう極めてその理想論的に、サイエンス的に、ロジックだけで、議論している人がいてですね、それは理論的には正しいけれども、現場はそうじゃないよっていうエンジニアリングからの、反論があると。で、このサイエンスとエンジニアリングの、このぶつかり合いというところが、随所で見られたのかなというふうに思っています。ちょっと余談になりますけどね、そんな中で、アートっていうのは、どちらかというと、じゃあ、ウイルスと共生する世界とは何つうみたいなんですね。少しトンチンカンなというかね、また違う、味わいのあるというか、側面から解決していったり、またデザインっていうと、今度は、みんなが不安にならないようなですね、コミュニケーションデザインとか、その、不安にならないような、例えばマスクの、作り方にしたって、何かデザイン性によって、例えばよりコロナが入ってきにくくなるとか、他人に安心してもらえるだとか、そういうデザインをするとかっていうふうに、4つのサイエンス、エンジニアリング、デザイン、アート、それぞれ役割があるということなんです。なので、こういった議論があるときにはですね、その一体今このタイミングではどの役割の人が今前面に出ていくべきなのか、またこの役割の人は一体どこまでを自分の範囲だと思ってですね、あんまりそこから逸脱して出しゃばらずに、うまく協働しながら、協力し合いながら問題を解決し乗り越えていくか、そんなふうに考えていく必要があるかなというふうに思いました。